博士ん BTC の割引が変更になったって聞いたんですけども本当なんですか？おや星野くんは知らなかったのか？ええ、全く。あれ星野くんは知らなかったんだ。おやセニョールくんは知っておったのか？じゃあセニョールさん教えてくださいよ。では教えてあげよう。ではわしもセニョール君の説明を聞いてみるかの。あれ今回は指令がないのかな。あ、忘れてた。指令を持ってきたんだった。 ETC の割引を研究せよです。やれやれじゃ。ではいつから ETC の割引は変更になったのじゃ？確か3月は通勤割引の時間帯に走行した時は割引の金額でしたよ。平成26年4月1日から変更になりました。セニョール君どのように変わったのか説明を頼む。僕からもお願いします。まずは通勤割引が平日朝夕割引になりました。内容はどのようになったのかを知りたいの。今までは100キロまでが 50% の割引でしたよね。利用回数によって割引が変わります。1ヶ月の利用が5回から9回までが 30% 割引で、10回以上が 50% の割引です。少し違うようじゃな。平日朝夕割引は割引ではなく還元のはずじゃ。還元ですか。どのように還元するのかな。どのようにって、どうだっけ。どうやらセニョール君は指令を見つけて割引ガイドブックをちょっと見たのじゃろう。セニョールさん、ガイドブックがあるならしっかり教えてください。あ、わかった。お待たせしました。平日朝夕割引の還元を受けるには ETC マイレージサービスへの登録が必要です。 ETC マイレージサービスに登録をしないと平日朝夕割引の還元が受けられないということじゃな。じゃあ早速 ETC マイレージサービスに登録しなくちゃ。ただし東京近郊は対象外となっています。関越自動車道なら東松山インターチェンジから先が東京近郊となっておるのじゃ。群馬県内なら大丈夫ですね。次に休日割引ですが、6月29日までは 50% の割引で、7月5日以降は 30% の割引となります。こちらの割引も東京近郊は対象外じゃな。土曜、日曜、祝日が対象ですよね。次に深夜割引ですが、毎日0時から4時が対象で 30% の割引となります。深夜割引は主にネクスコ3社が管理する全国の高速道路が対象じゃな。セニョールさん、 ETC の平日昼間割引はどうなりますか。平日昼間割引はガイドブックにないよ。残念ながら平日昼間割引はなくなったのじゃよ。そうだったのですね。割引をしっかり覚えなくちゃ。知らないとあれって思ってしまいますよね。 ETC をお得に利用するには新たな割引を覚えることで決まりじゃ。通勤に利用する人はマイレージサービスの登録も忘れずに。